マイクリーバーサルはアメリカ合衆国のカリフォルニア州出身の元プロ野球選手、ウトウミギウチ。1990年のドラフト一巡目でフィラデルフィア・フィリーズから指名を受け、プロ入り。メジャーデビューはストライキの行われた1994年。1997年にフィリーズの正保守に抜擢され、2006年まで正保守クラスの選手として活躍した。 2006年は度重なる故障に悩まされ、67試合の出場に終わり、100試合以上出場と2桁本塁打を4年連続でストップさせてしまった。不本意なシーズンではあったものの、8月にフィリーズの保守として通算出場記録を更新し、生え抜きのベテランらしい存在感を示した。同年オフに FA となる。そして、 同年12月6日にロサンゼルスドジャースへ移籍。2007年は、前年から対等し始めた、聖保守ラッセル、マーティンの控え保守としてプレー。同年オフ、球団オプションを破棄され、FA となる。2008年1月27日現役引退を、表明した。そして、6月1日には、フルスフィリーズと1日だけ契約を結び、正式に引退を表明した。 ポジションは、保守で、マイナー時代に一試合だけ三塁手としてプレーしたことがある。もともとは三塁手だったが、保守にコンバートされている。打撃では1999年に31、本塁打を放つなど、保守としてはメジャーアクシスの強打を誇った。守備では強権を誇り、どんな体勢からも素早く送球することができた。2004年当時、 あるスカウトからイバン・ロドリゲスやベンジー・モリーナと共にメジャーの強権星トップ3として挙げられたこともある。しかし、投球の際、投手のターゲットとしては構えが小さく動きが固くなるとボールを反らしてしまうことがあった。ありがとうございます。